中野運送株式会社創立70周年記念祝賀会を開催いたします。本日は中野運送株式会社創立70周年記念祝賀会においていただきまして誠にありがとうございます。皆さんのおかげでそこまで大きくなれたと。これからも皆さんの力を発揮していただいてますます、皆さんの生活それから会社も全てお得意さんにも満足していただく、そういう会社にしていきたいと思いますので皆さん一つご尽力よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。中野芳彦会長ありがとうございました。今後の中野運送の発展と皆様のご健康とご多幸を祈願いたしまして、これより鏡開きを執り行います。それでは参りましょう。せーの、よいしょ。もう一度行わせていただきます。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おめでとうございます。本日はお忙しい中、中野運送株式会社70周年記念祝賀会にお集まりいただきありがとうございます。本日もさまざまなアトラクションを用意してくれていると聞いていますので皆さん最後まで楽しくご観覧いただきたいと思います。中野運送の70周年を祝して皆様の日頃のご協力に対する感謝を込めて、そして中野運送のさらなる発展を祈願して乾杯。70周年誠におめでとうございます。会社および各事業所紹介の映像を上映させていただきます。社員全員が100年を迎えれるように70周年というのは数字以上に変わではありますができるだけ表現性のこの姿を本当によろしくお願いします。すいません、これから復帰の時間になります。お待たせしました。皆さん盛り上がってますか。めっちゃ笑顔。おめでとうございます。めっちゃ走ってる。それでは中野運送株式会社70周年祝してまた社員の、ご健勝ご健康を祈りしまして、またさらに中野運送株式会社の今後のさらなる発展と繁栄を祝していきます。万歳、万歳、万歳。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。青木部長ありがとうございました。で今日の会も非常にいい会だったなと、私社長としても満足しているところではございますが、皆さんどうでしたかね。ご満足いただけましたかね。やっぱり気分よく働いていただけるという職場がやっぱり一番いいと。でパフォーマンスも一番発揮されますし、物流品質も安定すると思ってます。
この先お力を貸していただいて、私やっぱりますますの発展をね、していきたいなというふうに思いますので、これからも力を貸していただけたらなというふうに思います。こんだけ来ていただいて本当にありがたいというふうに思ってますので、今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。中野克彦社長ありがとうございました。本日は中野運送株式会社